とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン4攻略やっていきます。今回かなり難しいと思うんですけども、弓があれば結構簡単にクリアすることができます。で、弓を使うにあたって重要な3箇所っていうのがあります。それを覚えると本当ね、難易度がだだ下がりするのでおすすめです。紹介していきましょう。まずは5階までいきますね。5階着きました。ではまずは、倒していきますね。とりあえず攻略していきましょう。5階はとにかくネクロマンサー、これが鬱陶しいので、こいつをね先に何とかしてしまえば、何とでもなるところではないでしょうか。まあ倒すのがね若干難しくはあるかもしれないんだけども、まあうまいこと地雷を使っていけば地雷ワンパンでいけます。で、この透明化のポーションが出てきたら、ラッキーですね。ボンと。あ、倒してない。当たってない。まあまあまあ、そういうこともあるでしょう。こいつで終わりかな。よし、倒しました。で、5階に箱があります。ここ箱があるんでゲットしていきましょう。矢が入ってるよね。で、今回のタワーは、弓があればめちゃくちゃ楽なのよ。すっごい楽に攻略ができるんで、矢を集めるっていうのが重要になります。でも敵から出るのってほんと限られてるので、このね支給箱を、ちゃんとゲットしていくっていうのが今回の、攻略を簡単にする方法です。ちなみに支給箱は3つあります。全部ちゃんと取るようにしましょう。まずは5階でしたね。次8階行ってみます。それでは8階到着です。8階のね攻略法もちょっと動画に出したのとはちょっと違う感じの方がね実は簡単だったっていうのが分かって、ちょっと訂正もさせてもらいます。まあ、まずねここの雑魚を倒さなきゃいけないので、ここの壁の中から攻撃する。これはね変わらないです。こっから攻撃すると、まあクリーパーの爆発はちょっと危ないんで処理しなきゃいけないんだけども、他の雑魚敵に関してもこっから余裕でいけるのでおすすめです。クリーパーだけ若干注意ですね。で、こっち側から行きましょう。そうすると壁が結構あるので安心して、倒していくことができます。この壁を使いましょう。で、この槍がねものすげえリーチがあるんで、この壁に隠れてチクチク倒していくことができます。よし、まあ、特に問題なく倒していけると思います。まあ、一応全部倒さなくていいか。まあ、あと1体ゴールの近くにいますけども、ここにあります。で、物資ね開けた時にさっと取ってください。もう A じゃなくて丸とかね連打する感じで、じゃないと矢がね変なところに落ちて消えちゃうことがあったんですよ。なんで出た瞬間に取るようにしましょう。うん、なんか無駄になることがあるのでこれ気をつけてください。では、あと1個支給箱が隠されてます。それが12階です。行ってみましょう。12階着きました。8階で入手できる乱射のクロスボウ、これにマルチショットをつけるとむちゃくちゃ強いです。で、9階10階11階とほぼ矢を使って、クリアしてきたんですけども、まだまだ100本以上余ってます。これぐらい余裕が出るんだよね。もうほんと弓で戦うとむちゃくちゃ簡単にいけるんで、火力が違うもん。火力がまず全然違うんで、攻略スピードも速いし、安定もします。めちゃくちゃいいですね。
今回は本当にユニのゲームだと思って、大丈夫だと思います。それぐらい重要。ユニがなければマジでちょっと無理ゲーなところが出てくるので、 OKOK。 とにかく矢が出たら、真っ先に取ってください。あ、まあまあまあ安全をちゃんと確保してね、安全を確保してちゃんと取りましょうね。取り忘れがないように、本当にねむちゃくちゃ重要です。おっと危ない。敵の火力もひどいもんね、今回は。敵の火力もひどい。し、オッケー。敵の数も多いんで、で12階ここにあります。ここで、ここも出てきた瞬間変なとこ飛んでいくと消えることがあるんで、出た瞬間に取るようにしてください。これ結構注意ですね。マジでなくなることがあるので注意が必要です。はい、ということで、今日はねタワーシーズン4でものすごく重要なことやってみました。5階8階12階の隠された支給箱、これを取ることによって結構難易度下がります。簡単にクリアできるようになると思うので、ぜひともやってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。